気がしますね。それは、それは自分で言えるから幸せですよね。いや、なんかこんな、なんかでも昔からずっと上手になってないような気しかしない。え、マジですか。いや、自分がですね。いやいやいや、すいません。10年前と変わらないと思います。なんか、あ、いた、もう今度は必要な分だけど。あ、そうですね、ちょうど今言いたかったところですね。なんか流れじゃなくて、はい、ちょっとその分のリズムとタイミングじゃなくて、はい、そうです、それをちょっとできるようになりたいなっていうのを今ちょうど言おうかなと思ってたところで、さすがです。アクセルを入れる量よりも入れてる時間を長くしてみてもらいたいです。あー難しい。アクセル入れる量長く、もっと早く、もっと滑らかにいけるはずです。おお、なんか決まった、なんか一瞬なんか早かった気がしたんですけど。おお、早かったぞ今の。よかったよかったよかった。1個目のパイロンの入り具合次第ですね。うわー、めっちゃなんか、あー、ダメ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 。あー、よかったっすね。なんかいい感じに、あー、いい感じ。いや、いい、いや、いける気がする。時間避けていくようですね。
どうでしょうか。いいところもありますか。いや、いいと思いますよ。いやいや、上手になったなと思って。ありがとうございます。ただ、はい、やっぱ上手になって慣れた分の操作がやっぱ押し付けてるところが、もうちょいコントロールして押し付けるなら押し付けてて、もうちょっとコントロールして押し付けると抜くところがもっと少なくていいのかな。だからアクセルオフ、オンオフで言うとオフのところがもっと減らせるのかな、はい、だから入れすぎるから抜かないと曲がらない、次のパイロに間に合わないから思いっきり抜いてしまって、まあ、当然その時にピッチングも大きく出てるの で、まあ、今のこの車速でこのパイロンの距離感だったらあそこまでピッチング必要ないような気がするんですよね。だからもっと入れすぎず抜きすぎずできるようにと思うと、入れるところをもっとコントロールしてあげて、必要な分のピッチングの分をアクセルオフで作ってあげてってすると、もっと車が落ち着いて無理せずに避けていく感じになるのかなと思います。どうしてもこうやっぱ見てもらって撮影してもらうと、うんうん、地味な自分のやらないことをやっぱ抜かすんですよ。であとはもうやっぱ撮ってもらってるんで、ちょっとやっぱ欲張ってまず、そこですよね。今やっぱ戻すときは全部戻してしまうそうですよね。これはあの半分戻すのか 7割戻すのかっていうのは使い切れてないところ。だから減速したいわけではないからですね。そうです前に荷重をやりたいくてのアクセルオフでのピッチングなんで、はい、そこがそこまで。でもそれは抜く方が抜かないようにしたところで今の入れ方をしてしまったらおそらく曲がりきれないんだと思うんですよね。で抜くアクセル抜く方を今の感覚で1割2割ちょっと残し、まだ回転が残ってるぐらいの抜き具合でやると、今の入れ具合だとアンダーが、オーバーが出ないんですよね。オーバーというか、まあ、そう向きが抜けないんですよ。変わりきれないで、つなぎのところっていうんですかね、もっと滑らかにふわ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 っとこう、あ、いやいや、そうそう、いや、蝶のように舞い蜂のように刺す。ああ、ムカメダリですね。早いでしょ。そう大好きです。そうなんですね。なんかそういう余裕がもうちょっと出るんじゃないかなっていう感じが見てるとですね。いやいいですね。いろいろやってみてよかったですよ、うん、でも頭を振るでもいいから、とりあえず何でもいいけんやってみて、うんうんうん、よかったです。普通にこう、まあ、いろいろできるようになってますよね。こういうふうにやってみようと思ってもう走れるし、いわゆるあの本当に実際に頭を入れながら今度こう回る、うんうんうん、ブレーキかけてっていうのはピッチングをブレーキからのではないんですよね。自分がどういう風なことをしたいのがどれ、いろんなことがどんだけできるかなんで、そこはまだ自分がやってて言ってやれないということはやれない部分なんで、うんうん、でも何でも本当やれたらいいんで、
見られてきましたね。これをやってこられた方にやっていただきたい。そうですね。まずはでもその教える人が結局意味を教えれないと、スラロームってそこ難しいんですよね。そのやればいいってわけじゃないじゃないですか。そのポイントをその人が感じれそうなところを拾い上げてあげて、もっと感じることができるように持っていき上げてあげないと、スラロームってただやっても意味がないので、教える方が難しいですね。うわ、なんかちょっと一歩になった、これ。スラローム一歩になってしまった。まうわーこれちょっとやっぱいろいろ考えないと全然私は成長してなかったという話だった。いやいやいや、全然成長してます。ただ前よりも言ってることが多分分かるだけに、はい、また難しいことをさらにしようとしてるから。いやー、難しいですね。慣れもあるんで、それは慣れを、ああ。すごいぞ。うわー、ちょっとめちゃくちゃなってる。動きわかんない。